ということでですね、今日は横須賀ロケ進めているんですけれども、ここからひいこちゃんも参加してくれます。よろしくお願いします。さあ、2人になったところで伺わせていただくのは、こちらに見えておりますスペシャルティーコーヒーナンバー13さんになります。コーヒー屋さん、コーヒー屋さんです。もう大好きなのでコーヒー、あの当日も、生誕ライブに出展していただけるということで大変嬉しく思っております。で、今日はですね、店内を見させていただきつつ、ちょっとのびつさんにお話をいただいて、そしてなんとですね、ドリップをレクチャーもしていただけることになりました。いやー、できるかなもういい子ちゃんはコーヒー普段、そんなに飲まないかな。そうですね、飲んだとしてもやっぱ牛乳が あった方が嬉しいなっていうタイプなので、逆にそのドリップとかあんまり知らないところでちょっとやってもらえるのが今日は楽しみだなと思っております。こちらこじんまりとしたこう道路脇に佇んでいるお店なんですね。というわけでね、見ていきましょう。こんにちは。こんにちは。幸せくらいです。こんにちは。めっちゃ店内がかっこいい。うわー、黒のマットで、ね、結構あれですか、ね、レベルって。あ、そうですね、うわぁ、めちゃくちゃいい空間ですね。あのタバコの結構はこだわりの昔。あ、そうですね、ありきな感じが。タバコ店のほうがタバコ屋さんだったと。そうですね、タバコ屋と、山崎ショップなので。あ、いいですね、ちょっとサビレターが来てるので、入って残しました。あ、そうですね、テイクアウト。コーヒー豆が結構しない。最高しない、今10種類以上ぐらいかな。めっちゃしない。あ、ワームが美味しい。コーヒーはワーそう、まずさ、コーヒーのなんかよくコーヒー屋さんとか行っても、なんかその国名が書かれてて、なんか選ぶみたいなのあるけど、わかんなくて飛ばしちゃうんですよ、メニューのページ。そうだよね、やっぱ説明書いてくれてないとね。そう、でもコロンビアはよく見ます。あ、そうそうそう、これって、あの物口さんが直にやり取りして輸入されてる。直接取引はしてないんですけど、まあ、やっぱ大した会社が全部直接取引してたので、そこから仕入れさせてもらって。さんのこだわりも味わいってどういう種類なんですか。あんまり焼いてない浅いの専門店なので、結構フルーティーな感じが出るような感じなんですけど、浅い専門店なんですか。はい、青リンゴとかが入ってね、やっぱりフルーツの、ね、味わいもそうですね、結構第2のコーヒーが結構、コンビニのコーヒーが多いんですけど、やっぱ苦味よりは甘みとか酸味を感じられるようなコーヒーが直接してます。このフレンチプレス、私まだ持ってなくて欲しいんですよね、フレンチプレス。そうそう、このコーヒーの入れてあ、そうそう、ありがとう。あ、これ深夜に置いてるんですね。そうです、あ、そうなんだ。ビーカー使っていただいて、ビーカーで飲める。おしゃれ、そういうことだったんだ、これ。
今シーンが入ってる。はい。もう一つの映画ニカラグアです。おお、ニカラグア。珍しい。すごい。こうする。へえ。さそう。このインドネシアがマンゴー、洋梨、青リンゴのような。おお。へえ。じゃあちょっと飲み比べさせていただいてよろしいですか。ありがとうございます。まずインドネシアから飲んでみますか。いや本当にビッグアート面白い。いい。面白い。もうフルーティーってわかる。あります。インドネシア。お、うん。ええー、めっちゃあっさりと。こんな軽いんですね。でもめっちゃ酸味っていうのが分かる。私の舌でも酸味がいい感じに広がるので、なんかフルーティーっていう表現がいまいち分かってなかったみたいで、そう、それが今めっちゃこの前なんかフルーティーな味わいですみたいなコーヒーを飲んでみたんですけど、どこだろうってだからちょっと今日も大丈夫かなって思ってたんですけど、すごいめっちゃ分かります。これ香りからも分かる。本当に普段深いのばっかり飲んでるから、やっぱ飲み終わった後なんか残る余韻みたいなのあるんですけど、もうスッてすごい軽く消えていく感じが。じゃあ続いてニカラグアの方、白ワインで蜂蜜のような。そんな楽しみですね。うん、めっちゃその樹液のような甘さの香りですね。どうどうどう、ちょっと、なんか一番に舌に来る味が、そのなんか蜂蜜っぽい感じがして、すごい全然違う、さっきとね。いや本当舌に乗せた瞬間、もうナッツの感じがすごい、めちゃめちゃ感じます。違い分かってよかった。いや全然違うでしょ。全然違いますね。
ら入れていただきました。私はですね、マリサベル・カバジェロさんのエルクエンテ農園で採れたホンジュラスの豆で、こちらアイスカフェオレ美味しそうやっていただきました。はい、そしてこちらは、ペドロロドリゲスさんの、ラス・アラシータス農園でのコーヒー、ボリビア、国はボリビアですね。カプチーノいただきました。いただきます。どうしようかな。おいしい。うわー、うわー、初めて、なんか新しい、すごい、うわぁ表現、私でも OK。 いつかの、なんて言うんだろう、すごい、なんかミルクと混ぜたカフェラレにしたんですけど、その風味ほんと全然消えてなくて、浅入りだからもう少し混ざる感じになるかなと思ったんですけど、すごいさっき試飲した時のふっとなんかこう抜けるような軽さがミルクに消されず、すごいなんかむしろすごい感じられる感じがして、すごい美味しい。今の泡ちょっと泡分、泡ついてる。味きた。美味しい。なんか結構普段私プチーノはあんま飲まなくて、なんかなるべくそのコーヒーのなんか苦味というか、ブラックで飲んだ時の味をなんか牛乳で薄めてくれそうな感じを選んでるんですけど、でもこれすごいなんか嫌な味というかが全然しずに、でもなんだろう、難しいよね。難しいないけど、分かる、ちゃんとコーヒーの味わいが分かるし、なんか結構こういうコーヒー飲むときプラス甘いものと一緒になんか食べちゃうんですけど、飲んじゃうんですけど、でもこれだけで飲んでてすごい味わいが楽しめる感じです。美味しい。ちょっとお互いに飲んでみたアイスも、めっちゃ美味しい、いや本当に私もやっぱ普段飲まない系だからマジです表現する語彙を持って飲んでてなくて、いや美味しい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 でもその甘いのと普段やっぱ私もなんか深いのと甘いので両方引き立てやみたいなやるけど、これ本当やっぱりその一つで満足できる。そうなんです。美味しいいただきます。あ、香りする。あ、本当だ。あ、本当だ。ねあるよね。ある。ファって。来る。こんな来ることあるの。ねえ。やっぱでもアイスの方が分かりやすいのかな。そうだね。なんかちょっとキリッとすごい引き立つ感じで。じゃあここからはちょっとコーヒー、おいしいコーヒーいただきつつ、ちょっとお話もお伺いしていければと思いますので、よろしくお願いします。
いや、やっぱりまずはコーヒーに目覚めたきっかけ、うん、目覚めた、そうですね、うん、コーヒーって結構苦いイメージが強かったんですけど、うんうん、たまたまこう浅煎りのコーヒーを飲んだ時にめちゃくちゃフルーティーでめちゃくちゃ驚いたんですよ、それがきっかけでコーヒーにすごいハマり始めて、その時飲んだフルーティーな感じをいろんな人に知ってもらいたいなと思えたのがきっかけで、そこからあのコーヒー屋をやりまでコーヒー屋をやりたいなって感じになりました。あ、じゃあ今まで飲んでたコーヒーの苦い系だと、はい、なんかそこまでハマることはなかったけど、フルーティーに出会った衝撃みたいなのが、そうですね、そうなんですね、だからもう今アサリ専門で始めようって、はい、なんかでもお店をやるまで、そこの熱意に至るまで、はい、うん、最初はこう普通にコーヒー好きだなって言ったら飲むかなみたいな、そのぐらいですか。どんどんハマっていった感じですか。あ、まあ、いろんなお店の見歩いたりとか、うん、面白いんでいろいろ調べたり勉強したりとか、うん、やっぱどんどんハマっていきましたね、うん、最初お店をやろうと思ったら、はい、資格とか取ったりしました。そういうところから始めた。どうやって具体的にお店って進んでいるか、うん、前勤めてた会社が、うん、そのマリエモコーヒーでコーヒーの専門店なんですけど、そこの専門店で、うん、バリスタとして3年ほど修行させていただいて、お修行期間が、そこからが一応かな、このお店はいつから、2022年の1月の22日にオープンして、今だいたい2年2ヶ月ぐらいですかね、うん、簡単な感じですね。修行の期間はどうで、まあ、修行と思ってその3年過ごしたわけじゃないかもしれないですけど、こう店舗で働いてみる と、なんか私もやっぱコーヒーに携わる仕事とかも考えたことあったりするんですけど、はいはい、実際働いてみるとどういう感じですか。大変ですね。大変ですね。どういうところが、やっぱり自分が入った時25とか26、7ぐらいだと思った。でもちょうど私の同じ2年前くらい。ああ、はいはい、うん、それで入ってやっぱ飲食経験なかったんで、あ、へー、いきなり全然関係ない業種入ったんで、あ、え、ちなみにそれまでは何ですか。あの原子力関係の、燃料を作ってる会社で、そこで化学系の仕事やってたんで、そんな、飲食とか、接客やったりとかそういう感じじゃなかったので、うん、結構黙々と黙々とやる感じだったんで、いきなりやっぱ業界入って、やっぱスタートは接客からなんで、接客の大変さ、惜しかったかもしれないですね。とか、うん、やっぱり飲食の業界だと、うん、まあ、業界だけじゃないですけど、うん、やっぱり、上手な関係もあるんで、うん、その間めちゃくちゃきつい、うん、まあ、言われますけどね、うんうん、やっぱその辺はやっぱ大変だったなって、うん、やっぱちょっと、指定関係のような感じもするんですか。まあ、会社は、会社なんか結構大きい会社だったんで、なんかこう師匠がいてるとかそういう感じじゃないんですけど、でもこう、まあ、トレーニング担当がいるので、トレーニング施設でトレーニングして合格できればコーヒー入れられるようになるとか、そういう感じの会社でしたね。へえ、トレーニング施設、そう、大会が強いんで、大会コーヒーを入れる、あ、バリスタの大会じゃない大会が勝って、やっぱ大会も強いので、その大会と同じ設備をそのままトレーニングルームになって、これ何回も練習できる。だから大会強いですよ。そこでトレーニングしてもらって、僕してもらえれば、バリスタとして出てくる。運動部みたいな。ねえ、体育会系だ。すごい。
ゃなんかライバルとかなの陶器のライバルみたいな。そうね、やっぱり本当にやっぱちゃんと入れられるようにならないと、うん、バリスタってできない、デビューできないので、デビューはできない、自分より後から入ってくる人も普通に抜かれることもやっぱあるので、やっぱりそういうなんかこう、なんていうんですかね、ライバルじゃないですか、そういう感じでやる感じの環境ですね。すごい、そんな世界があるんですね、コーヒーの。ちょっとこうコーヒーってスローライフなさ、はい、こう印象じゃない、うん、そんななんかもう、うん、みんなやっぱ大会に出たりとか、うん、その業界に入って、うん、こうなんかその独立志望の人もやっぱ多いので、うん、なんかさ、もうみんながもう、なんですかね、だらだらやってないというか、もうみんなもう、見たら負けちゃう、まあ、負け勝ち負けじゃないですけど、やっぱ相当なんか天然してるっていう、本当に本当に本気でコーヒーって食いたいって人いっぱいいるんで、その同じ会社でも、うん、すごい大変な環境です、うん、みんな負けないぞっていう人なんで、やっぱり、コーヒー好きの方がお店出したいって思う母数もやっぱ多いだけ、はい、そう嬉しいですね、嬉しいですね、やっぱり、でもそういう環境をこう勝ち抜いてというか、ね、来て今、はい、そうですね、食べるっていうのは、だからこそさっき飲ませていただいた、はい、すごい、すごいっていう、ね、コーヒーがそんな努力なくしてね、この味とお店はないですよね、働いてた時の何とかだったりとか、そのまま配慮して、うわ、なんか全然コーヒー屋さんみたいなところにイメージしてた、うん、こう印象と全然違くてちょっとビビってます。でもやっぱりそこは淡い夢を抱きすぎてたから分かんないです、ごめんなさい。でもその環境が全然嫌とはならないです、うん、自分もやっぱ業界で勝ち残りたいし、うん、やっぱりなんていうんですかね、まあ、バリスタまだ自分は一人ですけど、うん、こう同じ夢を求める人が、うん、バリスタとして制していきたいっていうのがやっぱあるんで、うん、なんか大変だった環境で逆に良かったと思いますね、うん、大変でしたけど良かったです、うん、乗り越えたからね、はい、そうですね、なんかこの店お一人でやられてるんですか？そうですね、お一人でやった。ああ、そうかそうか、ゆくゆくはなんかやっぱ雇ったりとか、はい、
それがすごい自分もいいなと思って、それで働いてた時に毎年飲んでた生産者のやっぱ毎年農作物なんて味が違うので、そういう生産者の思いを伝えたらいいなと思って、なんでやっぱりこのマリサベルさんとペドロ・ロドリゲスさん生産者の自分が入った時から毎年飲んでた生産者なんで、お金も大きいから仕入れてて、やっぱ思い出があるんですよ、そのなんかやっぱこう顔も覚えてますし、実際に直接会ってるわけじゃないですけど、女性の生産者と男性の生産者で毎年やっぱ違う味わいがあったりするので、そういう話を、直接見に行って、伝えたらいいなって思ってます。そうなんですね、丸山コーヒー働いた時代の、ちょっと社長、人間的なところを、そうですね、そう気づいて、大会に出て、決勝とか残って、残ったりとかしてましたね。タイミングによってはなんか、行ったりとかやっぱあるんですけど、多分そのテクニックなので、1回上がったんですけど、結構行ってる人多かったですね。じゃあ、ロイさんは今、会議に行ったことはまだないです。ないです。めっちゃ行ってみたいですね。会議はやっぱり、結構な金額するので、なかなか難しいんですけど、やっぱり会議は行きたいなと思います。難しそう。一番なんか、経営者としてもだし、コーヒー屋さんとしても、勝負どころみたいな感じが。砂漠でやっぱり砂漠けないってこと、その辺もカットだけじゃなくてロスになる可能性もあって、この辺もどう砂漠できたらって考えてカットできない、なかなかハード高いなと思います。でもやっぱ横須賀のコーヒー屋さんでいろいろあるので、そういうところを支援するとか、使い方によってはできるので、そういうのを考えればいいかなと思います。横須賀で同じコーヒー並んでるお店はライバルでもあり仲間でもあるという感じですか？そうですね、ちょっとお友達との繋がりとかあったりするんですか？そうですね、じゃあちょっとみんなで行ってくださって横須賀コーヒーを飲みに行こうみたいな、めっちゃいいですね。それこそ今横須賀コーヒーフェスティバルっていうのが、ライブさせていただく矢村さんですので、お客さん入って盛り上がりすごかったみたいですね。そうですね。どんな感じでした？当日の雰囲気というか。パンパンでした。すごい。みんなコーヒーすごい買えるんですね。なんか熱コーヒーって聞いて集まるくらい、そのなんか文化というかがちゃんと横須賀でも広がってる。横須賀の市内の方もですね、なんか市内かな。遠くから来てましたね。コーヒー屋さんをやるにあたって、この横須賀の地で開こうと思った、まあ、というところで、家賃に預かったから。そうなんですか。出身とか出身横須賀なんですよ。それでいいじゃないですか。出身が横須賀だから、で、かつもう安いし、ここで、はい、全部一つだけ全部良かったね。そこ大事ですか？そうですね、生まれも育ちも、そうです、横須賀です。この場所は、このマスコットはどうやってますか？ここのどれぞここという、やっぱり働いてるから店舗ってやっぱりいっぱい主役のお金を毎回いろいろ見るんですよ。ずっと探してて、たまたまバイスさん全然見てなくて、もう貸しそうと思ったんですよ。本
まったら買ってもらって飲食できないって言われたんですけど、どうしようかなって言って出まして、できないですかって聞いたら、いいよって言ってくれて、したらいいよって言われて、本当はそうかもしれない、貸し出しだったんですけど、まあ、ありがとうございます。へえー、でもそれで自分でこう作ればいいやってなったってことですね。マジで生まれなかったです。それでできるのがすごい。すごい業者に頼むようになかったそのおかげでね、やっぱりこうこだわりの手作りの具合が感じられて、すごい心地いい。めちゃくちゃいい場所ね。道路沿いにパッと現れるのがなんかすごくいいですね。フラット配列なんかこう雰囲気で喫茶店とか雰囲気で押せるじゃないですか。なんか昔からあるみたいな感じで、だから喫茶店のコーヒーそんなに味期待して入らないところもあるし、やっぱこういうお店に来るときは美味しいコーヒー飲みたいなと思って、ね、来るので、皆さんそれで勝ち抜いて訓練を積んでやってらっしゃるんだなって感じてよかったですよね。私は多分なんかこういうコーヒー屋さんみたいな、しっかりしたコーヒー屋さんで歌ってるところに多分来たこともなかったから、だからなんかより最初から試飲ですごい味をしっかり感じながらコーヒーを飲むっていうこともできて、でそのなんかその流れですごいなんかなんだろう、今コーヒー味わいゾーンに入ることができて、そうなんか浅入りとか深入りとかっていうその違いというか、その言葉があることは知ってたけど、その違いとかも全然わかんなくて、多分だから。浅いでこういうフルーティーなやつは飲んだことがなかったんですけど、フルーティーとか酸味とかの意味がめちゃくちゃ分かる感じがあって、これが分かったのがすごい良かったし楽しいって思いました。嬉しい、ようこそ扉開いた感じが。私は浅いりの方が好きかも。もうそれこそ野口さんみたいに今までちょっと苦い系のコーヒー飲んできてたけど、こういうのがあるんだって出会いが同じような、ね、同じにしていいか分かんないけど、あっから始まってくる。ありました、すごいいいきっかけの今回になって、ありがとうございます。ありがとうございます。お話を聞けた、はい、ところでこの後あのドリップはですね、まずこう各々のやり方でやらせてもらって、でそれをですね、あのどっちがあの誰の入れたコーヒーかわからない状態でちょっと味を野口さんにちょっとなんか見ていただいたりして、その後こうしっかりしたドリップの方法を教えていただけたらと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今ドリップの準備をしていただきました。でちょっとお互いあのお互いのドリップ姿が見えないところで本当に自分流で、まあ、私はいつも家でやってる感じでちょっとやってみたいと思うんですけど、はい、ゆうさんはもうこういうちゃんとしたブランは初めて1位のことを今からしますだってこの間あの喫茶店入って、はい、あのフラスコにねコーヒーが入ってそのまま提供される感じのお店があるんですけど、それをどう注げばいいのか分からず一回ググったと、ググりました。なんかすごい細かい作業が必要なのかなって思っていや、そう、それぐらい普段の自分でっていうのがない。こちゃんどんなドリップするのか楽しみ。いやでもなんか一回つきしちゃんが入れてるところ、あのグランピングスタイルで見たことある、ちょっとそれを思い出しながらかわいいやろうと思います。ちょっと私のが受け継がれるかもしれないじゃあ頑張って、はい、はい、頑張りますじゃあレッツブリップブリップ。なんか全然未知のまま始まって、最初にあのこのはかりです、ね、
はかりのようなものをもらった時に、あのここに重さと、こっちに時間が出るっていうやつなんですけど、これを渡してもらって、あ、重さと時間が必要なんだっていうことが分かりました。なんで使わせていただけるの嬉しいけど、すごい、これ どうしよう本当に。時間も最初測ってもう お湯のグラムと思い出しましょう。秒数は何に使うのかがわからない。4分以内に秒数、このジャ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 って注いで待つ時間、カップラーメンの3分的なことですかね。でもなんかそのさっき言ったけど、月日ちゃんが入れてるのを見たことあって、なんか結構1回入れてなんか休憩時間があったんですよ。なんか一気にこの入れるんじゃなくて、なんか休憩しながら入れてた気がするから、だからその休憩時間をこの秒数でやるっていう気が今してきましたので、とりあえずお湯を缶でとりあえずお湯を入れてみてから、これも入れていいんですよね、こんなの。ちょっと待って、入れてジャジャジャってなるから、よし、とりあえずお湯を、もう何グラムっていう見当が全くつかないので、ここを見て決めます。とりあえずお湯を入れます。はい、知って、私一個だけ知ってます。なんかこうやってなんか回しながら入れる。あ、すごい、あ、1000グラムまで、あ、すごい出てる。ちょっと890グラムで890グラムだと思ったので今入れてる感じ的に。これで、あ、秒数忘れてた。1分待つ。はい、これで1分待ちましょう。これちなみにこれで10、15、16、17、18、19、60、はい、1分経った。あ、これどっち、あ、ストップして、どっち戻すんだろう。戻せた。はい、というわけで始めていきたいんですけど、全然日々、まあ、いつも家で入れてるとはいえ、まずですね、スケールを最近全然使ってなくて、しかもこんなちゃんとこれコーヒー用のスケールで時間まで測れるやつ、これ憧れてたんですけど、やっぱりちょっとお高くて自分じゃ入手できてなかったので、時間が必要なんだっていうことがわかります。うわー、使わせていただけるの嬉しいけど、全然普段時間も最初は測ってたけど最近測ってないから、グラムとちょっと思い出ししましょう。秒数を何に使うのか、なんか4分5分以内にみたいな感じがあったと思うんですが、まずは豆の表面を大量に鳴らしますね。でもなんかさっき言ったけど、月日ちゃんがいい香りです。引き立て、いい香り。で、ちなみに私はお湯の温度もいつもすごく気にしてて、なんか濃いめに入れたい時は結構90度くらいとかで、でもうちょい真ん中にした時は85度6度とかでやってるんですけど、まあ多分ちょっと冷めていいぐらいな気がするので、気が今してきましたので、これも今とりあえずお湯をゼロから感じ的にこれで、あと秒数を1分蒸らします。1分待つ。はい、これで1分待ちましょう。ここがコツですね。1分、この最初の蒸らしの時は、あ、ちょっと入れすぎました。あんまり足りないぐらいのお湯で、全体に、豆全体にお湯を行き渡らせる蒸らしタイム、このぐらい体感でいきます。これを58、59、60、はい、1分経った。あ、ストップ。
口で、だから、あ、ちょっと、あ、飲んでた。ちょっと膨らんでいる感じがします。もう一回、再び、じゃあここからまあ、4分以内ぐらい。再び、ちょっと890だと少ない気がしたんで、1000g、1000g にします、次。1000g入れて、で、1分も長い気がしたんで、40秒にします。こうやって探りながらやっていけば、きっといつか正解が見つかると思います。はい、スタート。はい、回す。回して、1000、1000、あ、はい。はい、1000、なって、スタート。よし。何だろう、でもできてるから合ってますよね。何すよ。じゃあこっからまあ4分以内ぐらいに再び890って少ない気がしたんで、 1000g にします。次 1000g真ん中に入れて、で、1分も長い気がしたので、それを40秒にします。あ、もう、こうやって探りながら、決まっていけば、きっといつか正解が。あんまり高いところから注ぎたく、ないんですよ。あと、一定の量注ぎたいけど、それが難しいんですよ。グラム数がちょっと、もう一回1000g やっていきます。よいスタート。鳴らしながら1000まで引っ張っていって、なんか良くない、はい、良くない溜まり方してる感じがする。はい、なんか多いかも。何が大事なんだろう、どこを見ればいいんだろう。やっぱでもここですよね、多分紐は。その自分がうまくできてるかどうかの判断の紐はここだと思います。落としきらないというところが、でも何がいいのかが分からない。全然今自分の悪いところが分からない。できてると思ってます。あ、でもなんかあれだ、この粉がお湯を吸う具合が3回目になると全然なんか変わってきてる気がする。この秒数で今も40秒終わったけど、さっきはもっとなんかキューキューってなってたけど、今ちょっとなんか終わり時みたいな粉の顔になってきてる気がするんで、これでお湯を入れるのはフィニッシュだと思います。いつも使ってる、はい、私の作ったコーヒー。でも香りちゃんとします。香りちゃんとしますよ。私はコーヒー結構セロリっていうところに、いいんじゃないですか。さっき試飲したコーヒーと雰囲気は変わらない気がしますね、見た目の。ではちょっとあとは結果に、野口さんに飲んでいただいて結果に任せようと思います。あ、でこれがダメなんです。落ちきる前に2投目を、なんかさっき入れた時やばい、この絶対お湯の量を一定にするっていうところが真ん中だけすごいスタイル技術なんですよ。超難しいこれ本当に。今均等になってる、均等になってるっていうことは、この私の今1分半ぐらいですね、お湯を入れる時のバランスが良かったっていうことだと思うんで、ちょっと早いかな入れるスピード。この調子でどこまでやるんだろう。普段は大体半等ぐらいで入れ終わってるんですけど、ちょっと量的にも合ってる。もう一杯、もうちょいある。もう
う一杯 1000g 3投目これで最後にしたい感じです。鳴らしながら線まで引っ張っていって、うん、なんか良くない、良くない溜まり方してる感じがする、はい、なんか多いかも、ちょっともういいかも。何が大事なんだろう、どこを見ればいいんだろう。やっぱでもここでしょ、多分紐は最後の一滴とかそこら辺付近は苦味とか雑味が入ってるので、こう落とし切らないというところが大事と心得ております。ちょっとなんか入れすぎた気がします。もう2分45秒ぐらいで言い終わって、ちょっとなんか早かった気がするけど。ではどうぞ。どっちが美味しいか、まあなんか最終的にはそれを決めてほしいんですけど、なんかどんな感じで入れられてるかちょっと総評をいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。いただきます。はい、フルーティーな感じが出てる気がしますけど、多分お湯をかけてる時間がめちゃくちゃ長いのか、うん、結構喉の奥に残る感じがあるから、多分出過ぎてる。濃度は薄いんですけど、お湯に触れ合う時間が長かったので、カチュースっていうこう成分が出すぎてっていう状態になってる感じがします。ーコーヒーの粉にお湯をかけるじゃないですか、やっぱりお湯をずっとかけすぎると、変な味が出てくるんですよ。で触れ合う時間がすごい長かったから嫌な味が出てきてる。なるほど。飲んだ時にモノボロンがずっとイライラしてるずっと残ってるので、おそらくお湯に触れ合いすぎてて、カチュースっていうとカチュース出すぎてるっていうか、カチュースになってる。すごい、めっちゃなんか見抜かれてる。こっちではそちらの方お願いします。こっちはこのお湯の触れ合いが少なかったのか、ミチュースっていう状態で、ミチュースっていうか成分が出てない。あ、ミチュース、はい、なんか下の先が乾くような感じがします、ね、あのうまくコーヒーの成分、こっちは引き出しすぎてるんですけど、こっちは引き出せ切れてないので、そしたらもう先が乾くようまいな感じになってるので、ミチュースとカチュースうわー、そっちももう、なんていうか、飛び抜けすぎちゃって、それが使えない。そうですね。ねえ。ちょうどいいのはなかったかな。ねえ。スタインが力を合わせたらちょうどいいところに行けるかもしれないけど。ああ、そうなんだ。やばいじゃん、これ。全然私もできてないですよ、これ。いや難しいなぁ。勝者だけ決めてもらいます。あー、これ一応そうですね、もうどっちもねあるんですけれども、惜しいって言うなら豆の魅力を引き出せているのが的な、難しいです。本当だと超ダメなんですけど。バリスタの地方大会で本当にこっちのが美味しいかなと。おー、軍配が上がりましたが、どちらの方ですか、優勝したのは。いい子さんです。
やったいや本当ですか？やった何かの間違いではないですね。しきしちゃんに勝てることがあるなんて信じられない悲しいショックだ。やったうわこれ、まあ、私は、まあうん、なんか何かデータがあったからっていうよりかは、うん、初めてやったの、うん、やってなんかこうかなうん、でも言えば言うほどさ何年も入れてることからさ惨めなのよ。うまくも喋るなよ、ね、おめでとうございます。田口さんは優勝をいただきました。はい、ちょっとじゃあうちらも飲んでみよう。うんちょっといただいていいですか。じゃあ薄い方かな。飲んでみたらあじゃあちょっと飲んでみよう。薄いわ。うん、うん、さっきこうあれで試飲したからわかるけど、ね、なんかパッと消えるとは違うよね、うん、そう言われてなくて、うんまだ魅力届ききってない手前で戻られちゃってるから、ね、なんか中心、うん、お湯につけるとかなんとかお湯に触れてる時間をドリップにかける時間というのそうですね、短い、うまく多分こう抽出しきれてなくて、うんうんうん、成分が出てないみたいな。うん、豆がこう攪拌とかそこら辺もうまくできてなかったみたいな。出しきれてない感じですね。出しきれてないけど薄い。うん、続いて、まこちゃんドリップ。あでも、わかる。その、うん、カチュースによる、うん自分というか、うん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 、濃いさっきよりは確かに濃いけど、うん、だからといって味が来るというよりも何か、うん、何かが出てしまう、うんうんうん、何かの味がねしまってる感じ、ね、良くないところが何かこう、うん、はいはいはい、うん、うわいやでも個人的好みで言えばやっぱこの嫌な感じが残る方が嫌だから、自分のドリップの方が嫌だから、まあ、好みで言えばね、嫌な感じが残るんですけど、比べるとちょっとだけ甘く感じるかなと思ったんで、嫌な感じなんですけど、ちょっと甘いかなと思って。全然違うね、違いますね。どうやってやったか。いや、多分イコちゃんもさ、あの絵に描きながら入れるとかは知ってたんだね。それなんか見たこと、つき、うん、ちゃんもやってたし、うんうんうん、なんか見たことあって、うん、だからそれをやるのと、うんうん、なんか時間はどうしてなんか必要なんだっていうのをまず分かって、うん、これをいただいて、うんうん、だから1回目は本当に噛んで、うん、なんかジャーってなんか余裕入れてから、うん村氏も知ってたのよ。なんか時間の使いどころどこだろうって考えた時に、なんかでも休憩してたなって思って、ゆっくりすごい見られる。これ何回もこうやってやって1回置いてやるっていうその時間のかけるものなんだって昔見て思った覚えがあったんで、じゃあ休憩時間の時間だって思って休憩だと思ってる。1分1回やってみたけどなんかちょっと長すぎだなって思ってあと2回やったんですけど。その時は40秒、うんうん、っていうおー、ちゃんと1投目2投目でその時間を変えて変えてました。すごい、やっぱり慣れていけないねっていうなんかもう本当に普通の時気にしなかったし、やっぱりこうお湯を均等に注ぐのができすぎて結構邪魔って入ってたと思うんですよ。でもお湯をバーンって入れて回す意味は均等にするってこと。うん、どうなんですかね、回しているのは。そうです、均等にするってのは真ん中だけだ
穴が開いちゃったから、うん、なんかこれダメなのかなって思って2回目やったら平らになったからスッ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 これが正解なのかなって思いながら、なんか結構私雨がこう新鮮に膨らんでそのドームを維持しながらみたいなそういうイメージがあったんですけど、結構浅色だとそれはなりづらいですか。そうですね、うん、粉が重いなるほど、それがいつもと違う感じでうまく使えなかったかなと思いました。わー、すごいね、初めてのゆこちゃんと、まあ、手慣れたというか、なんか慣れでやってしまった私とで、やはり差が出て面白かったです。というところですね、もう野口さんに美味しいちゃんとしたコーヒーをお手本で入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。勉強させていただきます。正解を知らない、ね、ではですね、気を取り直しまして野口さんに美味しいコーヒーを入れていただきたいと思います。入れさせていただきます。入れちゃいます、ね、100度のお湯で最初50ぐらいかけます。もう100度で入れるんですね。浅煎りやっぱ豆が硬いので、うん、味が出にくいので、うん、50グラム入れてスプーンで簡単出して1分置いて、うん、結構味がしっかり出るようにしてます。スプーン攪拌は全然普段やらない技だな。1分長いですか。あと10秒ですね。10グラムか。そうです。次75g です。段階が少し125ですね。ぜひ揺らしたいです。周りに粉がついてるんで、回して落としてそこも抽出してあげる。このお湯の入れ方もありますか。はい、そうですね、まあ、全体的にかけて、うん、均一に抽出するみたいな感じです。あんまゆっくりそーっとみたいな感じではなく、そうですね、結構混ざる方が大事なんですか。自分は結構ドバッとかけちゃう。グラム数が大事ですね。はい、でまた1分経ってまた残り75入れて200ミリで抽出みたいな感じですね。50、75、75そうです。あ、止めないのか、1回そうです。トータル200ミリなのまでやって周りに粉がついてるものをかき回して、それも落として抽出しきって全部落とし切る。落とし切り、うわー、へえ。落とし切りって結構タブって言われてるんですけど、なんかスペシャルティーコーヒーなので、落とし切っても変な味は出ないかと。さっきみたいに過剰に出さすぎず、出しすぎず、あんまりこう全然出ない状態じゃなくて、まあバランスがいい。適正な抽出を狙っていけば、落としても変な味は出ない。
らでございます。じゃあいただきます。これが欲しかった、うん、すごいいや、すごい、うん、味わいちゃんと出てて、で、その残るものもないし、絶対これって分かりますよね。3つ並べられて、うんうんうん、どれ、黒のどれですかって言われても、やはり間違いなく、うん、すごい。割とこの酸味の、ね、甘酸っぱい感じが出てくるんで、うんうん、ちゃんと狙い通りの味が、ね、伝わってくる感じですね。全然本当に入れ方一つでコーヒー豆の味わいがもうちゃんと自分の味が変わってしまうので、ありがとうございます。飲む時の温度もちょっとそれによって味わい変わるじゃないですか、はい、このフルーティー系だとどういう温度がベストだと思いますか。やっぱり冷めていくってことだろう、こうフルーティーな感じがより分かりやすい、うんうんうん、ちょっとぬるい、そうですね、ぬるくなってくるともっと酸味もはっきり出てくる、うんうん、フルーティーな感じが分かりやすくなってきます。長く楽しめるというか、本当に、はい、うん、この味出せるようになりたいちゃんといい豆さんせっかく買って、うん、その本領を発揮してあげたいよね、うん、美味しい、うん、お味噌にしました、何だっけまだ将棋終わりときとかに言うやつですよね。何でしたっけ、参りました。いや本当に、わあ本当にもうありがたい、楽しい勉強させていただきました。ありがとうございます。初心に戻りますね。なんか懐かしいな。こういうテイスティングみたいなのもいっぱい知ったりとかで、そうですね、やってきて、あー、なんかコーヒーを知ることができて、うん、ねー嬉しい、うんうん、これまでとは違ったコーヒーライフをこれから、うん、全然コーヒー見る目が、ね、目の色変わるよね、うん、いや初めてというか、普段コーヒーそのなんていうの、あまり自分で楽しまない感じのゆうこちゃんに絶対来てほしかったんですよ、うん、そうそう、だから扉開けられて私も嬉しいし、やっぱり自分の大好きなコーヒーのことを改めてこうして学ばせていただいて、でしかもちょっと普段自分が触れているジャンルとはまた違うところで新しい扉も私自身もちょっと開いたりとかして、すごい楽しい時間を過ごさせていただきました。本当ありがとうございました。当日ね、ライブの当日に出店していただきますので、はい、ぜひぜひ本当に皆さん飲んでいただきたいですね、はい、やっぱりあの普段こういう味わいとは違うコーヒーを飲んでいる方も本当に新しい出会いで、絶対あのこのコーヒーもこういう楽しみ方もあるんだっていう発見につながると思いますし、コーヒー普段そんなに分かんないなって方もそれこそ入りやすいですし、もう本当に本当にぜひ皆さん、いっぱいは飲みに来てください。行きます。本日ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。